はい、フルト、フルトです。トランペット、トランペットの基本といえばバジングなんですよね。バジング、バジング、唇をプルプルッと震わせる、まずは唇でだけでプルって震わせることができて、次にこのマウスピースだけでと音が鳴らせるようになりましょうと。これがトランペットの基本、初心者はなるべく必ずこれを最初にやりましょうってあるんですけど、まあ、いつもね、温かい応援と、ご指導いただいてる、志村さんがね、先日わざわざ僕のために動画をアップしてくださってね、実はこのマウスピースで音を鳴らす必要はないんだという、もう衝撃的な内容だったんですよね。というのはね、どういうことかというと、でこう音を鳴らす要領でこれをやるから、吹くから音が詰まってしまうんだというね、そういう衝撃的な内容だったんですよ。なので志村さんがおっしゃるには、このマウスピースで音を鳴らさないようにすると逆にいい音が出るんだと。でね、この風の音だけですよ。だからブーって音が出ない状況、マウスピースのバジングなしで、ね、音が鳴るわけがないじゃないですか。また鳴りましたね。というわけでね、ちょっとアカシアサンバっぽいギャグでやってみましたけど、鳴るんですね。これちょっとというかかなり、驚きです。鳴るんですね。ねえ、確かにおっしゃる通り鳴ります。ただこれは僕が今まで、まあ、曲がりなりにも1年ぐらいねやってきてるからなるんだと思うんです。本当の初心者がねってね、この状態で鳴らせるかって言ったら鳴らせない、多分鳴らせない。それはこのアンブッシュアができてないから。だからある程度アンブッシュアがね、僕曲がりなりにもね紆余曲折はありましたけど、まあ、そこそこアンブッシュはできてるから多分音が鳴るだっちゅうのはね、多分間違いないと思いますよ。全くの初心者がやったことがない人で、まあそういう人は多分ってね、こういう感じですよ。それで吹いて音が出るってことはそれはまずないんですよね。それは多分そうだと思うんですよ。だからここで大事なのは、まあある程度音が出るようになった人はそれを意識してみるといいよってことですね。これは本当にね、画期的な目から鱗の情報だと思います。というわけでね、バズーのね、ラピュータからね、バズーが吹いてた曲を最初の触りだけ、バジングを意識した吹き方とバジングを意識しない吹き方でやってみたいと思います。だから前者が音が詰まるのかで、後者が音が詰まらずに伸びやかな音が出るかどうかに注目なんですね。まずは、いつも通りバジング、これを意識して吹いてみますね。次はバジングを意識せずに、まあいわばリラックスして息を通すだけを意識してやってみます。低い音の方はね、息を通すイメージで出るんですけど、音が高くなってくるとそれが難しいですね。息を通す意識だけだとその狙った音が出ない。ここがね課題ですね。音の比較以前に、今ね音の比較やってみようとしたんだけど、高い音がね出ないですね。というわけで、ね、これはね僕の宿題ですね。息を通すイメージで高い音も出るように、これはね確かに言えてると思うんですよ。これを頑張っていきたいと思います。ちょっとね、
落ちまでたどり着けなかったですけど、一旦これお預けですね。またこれこの課題についてはね、お知らせしたいと、その結果をね思います。一旦これで終わります。